静岡県沼津市。ここには駿河湾を縁取る千本松原、その河口には漁師町として栄えた蛾乳洞という地域があります。近郊には明治時代よりその風物の美しさから御用邸が造営されました。町の中央には鹿抜山が鎮座し、市街を流れる鹿野川をたどると霊峰富士が目の前に広がります。ここに作家芹沢幸次郎は生まれました。幸次郎が名誉市民に選ばれたことを機会に、沼津市芹沢幸次郎記念館横の海の見える高台に昭和57年に建立されました。碑文には85歳を迎えた幸次郎のふるさと蛾乳洞への思いが記されています。ふるさとや孤絶の我を抱きあぐ。芹沢幸次郎は明治29年5月4日、静岡県寸東郡柳原村蛾乳洞一番地、現在の沼津市蛾乳洞に父常蔵、母春の十男二女の次男光次郎として生まれました。幸次郎と呼ぶのはペンネームではなく、作家になった際に出版社が間違ってルビを振ったのがきっかけで、それ以降は本人も講師にわたり幸次郎と名乗っています。蛾乳洞には生誕地碑が残されています。大正13年1924年蛾乳洞で大火があり、幸次郎が過ごした家屋も焼失しました。現在の区画はその後の区画整理でできた道路のため、おそらくこの場所であろうというところが生誕地跡とされています。明治43年4月、13歳の幸次郎は静岡県立沼津中学校に入学しました。2年生の時から文芸部委員に選ばれ、仲間と回覧雑誌を出したり図書館の蔵書を読み漁り、文学や読書の楽しみを知ります。また生徒の回覧雑誌に理解を示した図画教師前田幸親の人柄に惹かれ、しばしば自宅を訪ね、当時創刊されたばかりの文芸誌を借りたり、またロダンやセザンヌの画集を見せられ、フランス文化について話を聞きました。その時代の良質な文学や芸術を前田から吸収し、フランス文化に憧れを抱きます。彼の代表作「人間の運命」では、主人公森次郎にふるさとの美しさを教えた人物として描かれています。中学を卒業し、校長砂崎徳蔵の勧めで沼津町立尋常小学校の代用教員を務めて学士をためながら第一高等学校受験の準備をしました。身体検査で不合格となった幸次郎は代用教員を辞職して、砂崎の紹介する原町の植松家に長男植松茂雄の家庭教師として住み込むことになりました。植松家では家族の一員のように迎えられ、体力を回復しながら自身の受験勉強も気兼ねなくすることができました。これを機に植松家は帰省するたびに必ず立ち寄る懐かしい家となります。人間の運命では森次郎の同級生石田の実家小白園のモデルとして描かれています。大正5年東京都本郷区弥生町にあった第一高等学校第一部定類に入学すると、文学、音楽、演劇、美術などあらゆるものを吸収しました。2年生の時に文芸部委員に推薦され、失恋したものの取るべき態度を示した失恋者の手紙という短編小説を交友会雑誌に発表しました。これが幸次郎最初の小説です。大正8年一高を卒業し、東京帝国大学経済学部経済学科に入学しました。一高のフランス語教師石川剛は幸次郎の文才を高く評価し、文学部への進学を進めました。しかし幸次郎は貧しさの中を生きてきたことで富の本質を研究するため、
また米騒動などの社会問題に関心を持ち、経済学を学びました。またこの頃、生涯養父として慕った実業家石丸助三郎との出会いがありました。石丸家の別荘が下鹿にあり、その管理を幸次郎の親戚がしていたことから、幼少時に養子縁組の話があったといいます。幸次郎は麻布区広尾町にある石丸邸の離れに下宿を得て大学に通いました。幸次郎は大学で勉強する様子を、長年学費の援助を受けた静岡県長泉町鮎坪の滝に別荘を持つ安城家の娘安城麻里に手紙で報告していました。しかし幸次郎は実業家で麻里の父慶三郎から社会主義者であると誤解され、以後安城家への出入りを禁止されました。最終学年の3年になった大正10年4月、一高以来の親友である菊池勲に誘われて高等文官試験を受験します。沼津市原の松陰寺などで猛勉強をし、10月には2人とも合格しました。世に役立つ人間になるには、日本の産業を監督する官庁に入り、貧しい人々の味方になることが近道だと考え、大正11年4月に農商務省に入省しました。志願して小作調停法の作成に携わりましたが、やがて秋田営林局へ移動することになり、役人としての限界を感じるようになります。大正14年、長年文通を続けた安城麻里との結婚は実らず、深い絶望感に沈んだ幸次郎は日本を離れて自分を見直し、経済学を徹底的に学ぶため、中学の頃から憧れたフランスへの留学を決意します。同じ頃、幸次郎に縁談が持ち上がりました。相手は石丸の大学時代の同級生である愛知電鉄、現在の名古屋鉄道の社長愛川清成の長女愛川かなえでした。結婚した時、幸次郎29歳、かなえは23歳でした。新妻を伴ってパリ大学に留学した幸次郎は、フランソワ・シニアン教授のもとで貨幣論を学び、オペラ、演劇、文学、美術、哲学などへも深い興味を示しました。俳優、哲学者、作家、画家など様々な人物との交流は、後の幸次郎に大きな影響を与え、幅広い知識と教養と深い洞察力を育むことになります。昭和2年1927年1月、待望の長女麻里子が生まれます。しかし大学卒業間際に肺結核にかかり、フランス・スイスの高原療養所を転々とします。療養生活を送る中で、自分の本当にしたいことは何かを考えた時、作家になることを決心し、昭和3年に帰国しました。留学で得た専門的知識を生かせる職業を探しつつ、作家としての道を模索していた幸次郎は、文芸雑誌改造の検証創作に応募するため執筆に取り掛かります。昭和5年4月から中央大学経済学部での講師職が決まり、前月の改造4月特集号で短編小説ブルジョアの一等当選が報じられました。政宗白鳥や三木清らから賛辞をもって迎えられました。こうして作家としてデビューを果たした時、すでに34歳になっていました。セレザさんはですね、フランスの留学から帰国して、改造の検証小説に応募して、見事に当選したわけですけれども、この文学への一つの方向転換のきっかけというのが、その留学中に結核を発病したその1年半に及ぶ闘病生活にあったというふうに言っていいと思うんですね。これをその打ち勝っていくために必要なものは何であるかと言いますと、消極的でいられる能力という、こういうふうに言われるものがあるわけですが、これは
ネガティブケイパビリティというふうには申し上げることができるんですけれども、消極的という言葉を聞きますと必ずしもその肯定的ではないように聞こえるんですが、まあ、実は困難と向き合っていくときに、いかにその我慢ができるか、長く我慢し続けることができるかということはとても大事なポイントだろうと思うんですね。でそうしたことを、この1年半に及ぶそのスイスでの療養の中で経験し、でそれを、その結核を その闘病を克服していく姿を描いたのが、ブルジョワであるというふうに申し上げることもできるかと思うわけです。幸次郎の作品は短編長編合わせて約700以上あると言われています。代表作の一つに昭和17年、日本が太平洋戦争の最中、あえて命を大事にすることをテーマにしたパリに死すがあります。男女平等の結婚観や独立した女性像を描いた先見性を持った作品です。後にフランス語訳され、西欧でも人気を博しました。まあ芸能界に入りましてちょうど2年目ぐらいですか、雑誌の取材でお邪魔いたしまして、先生のご自宅に私の祖母と私の母と3人で伺いまして、お庭でですとか2階のテラスからお庭を眺めてるところを下から撮っていただいたりとかしまして、役者としてできることならパリニシスを朗読をしてみたいなっていう気持ちがだいぶ前からこう膨らんできまいりましてね、若い頃に読んだ時にはなかなか理解がしづらい作品を、ある程度の年齢が来て50を過ぎてから読み直した時に、なんてこんな素晴らしい作品があったんだろうかって思い続けまして、もしできるならばやってみたいなっていう夢もございます。昭和25年には広島に赴いて被爆者から話を聞き、昭和29年に原爆の恐ろしさと世界平和を訴えた一つの世界、後の侍の末裔を発表しました。こうして数多くの作品を執筆し、作家としての地位を確立した幸次郎は昭和31年60歳の頃より人間の運命という長編小説に取り掛かります。昭和37年、大河小説「人間の運命」第1部第1巻「父と子」が新潮社より刊行され、昭和44年に全14巻で完結しました。この作品に対し現役の作家として最高の称号とされる日本芸術院賞が授与されました。この作品は明治、大正、昭和という激動の時代を次世代の人に伝えるために書かれました。沼津市蛾入堂生まれの主人公森次郎の半生と彼をめぐる人々の人間模様が描かれています。平成25年芹沢家から発見された主託本を定本として完全版人間の運命が本編16巻と別巻2巻として弁政出版から新たに刊行されました。幸次郎は師と仰ぐバルザックの影響を受け、愛着ある作品に何度も手を入れました。そこには作品をより良いものにしようとする執念があり、読者に向けて最善のものを残そうとする作家の使命感が感じられます。国内外で長年の作家活動や社会的活動の功績によりさまざまな賞を受賞しています。特に78歳の時には長年の日本とフランスの文化交流の功労者としてフランスの文化勲章であるコマンドール賞が授与されました。この文学碑は幸次郎の中学の後輩であり心の友であった駿河銀行の元会長岡野喜一郎氏らが発起人となり、少年の日に一人立って水平線を眺めた場所に昭和38年に建立されました。
岡野氏は郷土の作家の一人である幸次郎の文学的業績を検証するため、昭和45年ふるさと蛾入堂に芹沢文学館を建設しました。平成21年一般財団法人井上康史文学館から沼津市に寄贈され、沼津市芹沢幸次郎記念館として新たに開館しました。沼津市蛾入堂で生まれ育った作家であり、沼津市名誉市民でもある芹沢幸次郎の業績と人物や作品などを広く知ってもらうことを目的としています。昭和54年12月、ふるさと蛾入堂の人々の要望により数多くの功績が認められ沼津市名誉市民となりました。89歳より人間の生き方や生死をテーマにした神の微笑みから始まる神シリーズと呼ばれる一連の作品を毎年1冊ずつ書き下ろしました。幸次郎は生涯どの宗教にも帰依しませんでした。すべての宗教の元になる親神、大自然の存在を宇宙的なエネルギーとして捉え、神とは愛であると説きました。生と死とは表裏一体であり、死後も人間の魂は生き続けるというこれまでの日本文学にはない独特の死生観を描き出しました。作中実在の人物もしばしば登場しており、作家の大江健三郎さんもその一人です。現代の日本の作家で最も信頼する大江君が、この短い手紙にその成果について温かい理解と評価を述べている、そのことも僕を感動させたのだった。普段通り原稿執筆の後、平成5年3月23日午後7時ごろ、老衰のため東京都中野区東中野の自宅において逝去しました。享年96歳。34歳で作家デビューを果たしてから実に62年間、亡くなる直前まで執筆活動を続けました。東京東中野に現在もある幸次郎の書斎では、幸次郎の四女岡玲子さんが主催する文化サロンマグノリアが定期的に開かれています。金がね、父が亡くなる前にこの東中野の家は将来的にはやっぱりマンションにしなければいけないから、マンションにしても構わないけど、まあ一部屋ぐらいは自分のそのまあ読者の方たちが1年に一度自分の誕生日ぐらいに集まれるような、そういうところが欲しいということを申しておりました。で私はそれそのことは知っておりましたけれども、それよりも父の死者との対話の冒頭の部分に大変心に惹かれるものがございまして、それもとても大きなこういうサロンマグノリアというのを何か残そうっていう気持ちになりました。幸次郎は東京に移り住んでからも本籍を沼津市に置き、たびたび沼津を訪れて、作品でも随所に舞台として描いています。このように幸次郎はふるさとを大事にし、世界へ羽ばたいた作家です。そしてその数多くの作品を貫いている芹沢文学の心を、私たち読者が次の世代へバトンタッチしていく役割と責任を負っているのではないでしょうか。幸次郎が希求してやまなかった高級平和への思いを、私たちは心のリレーとして世代を超えて引き継いでいかなければなりません。文学は物言わぬ神の意志に言葉を与えることだ。